中山天皇は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元外務大臣政務官、兵庫県西宮市生まれ、現在は神奈川県川崎市朝尾区大善寺東四丁目に在住、香川大学教育学部附属高松中学校、香川県立高松高等学校、青山学院大学理工学部を経て、 早稲田大学大学院ファイナンス研究科専門職、学位家庭中退。韓国証券の再建ディーラー等を務めた後、江崎陽一郎公設秘書となる。2009年の第45回衆議院議員総選挙で神奈川9区に自民党が公認する予定だった山内光一が解散直後に離党したことによる県連の公募で選ばれ出馬。 民主党の劉博氏に77,945票差で敗れた。2012年の第46回衆議院議員総選挙に自民党公認で神奈川9区から出馬し、傘に9,078票差で敗れたが、比例南関東ブロックで復活し初当選。2014年第47回衆議院議員総選挙に自民党公認で神奈川9区から出馬し、 傘に再び敗れたが、比例復活で2戦。2017年2月、あまりあきらと、あまり側近の他の神奈川県を地盤とする議員3人らと、共に麻生派に入会した。2017年、第48回衆議院議員総選挙に、自民党公認で、神奈川9区から出馬し、傘に再び敗れたが、比例復活で3戦。2018年10月、自民党内閣。 第2部会副部会長、財務金融部会副部会長、生活安全関係団体委員会委員長、金融調査会幹事に就任した。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で外務大臣政務官に就任した。外務大臣政務官としてアジア太陽州、南部アジア諸国を担当。2020年9月16日、 外務大臣政務官を退任、ありがとうございます。